ちょっとちょっと、どういうことよこれは。久々に織田軍の勢力を確認してみたら、全然勢力拡大できてないじゃない。こんな調子じゃいつまで経っても天下統一できないわ。あんたね、織田軍の家臣たるもの、私のことを知らない人間にも存在を広めていくのが使命ってもんじゃないの。はあ、あんまりあんたに怒りをぶつけてもしょうがないから、ここら辺にしておくわ。でね、今日は織田軍の勢力拡大に効きそうな企画をこの私が寝る間を惜しんで考えてきたわよ。おかげで夜しか眠れなかったわ。この天才的頭脳と発想力を持ち合わせた私に任せれば、織田軍100万人突破も余裕よ。企画その1、たくさんの VTuber とコラボする。これは大事ね。私って他の VTuber さんすっごく好きだし、 VTuber 業界全体を盛り上がれば織田軍の勢力も拡大していくと思うわ。企画その2、お料理動画に挑戦。これは私の完全なる戦略よ。なぜなら今の織田軍は大部分が男性で構成されているの。ここに女性の好きな料理系動画を配信すれば、世の女性たちもイチコロでしょうね。まずは私の好きなみたらし団子の作り方から叩き込んでいく予定よ。これは勝つるわ。企画その3、渋谷ハチ公前で呼び込み。ハチ公前に私が降り立ったらもう大騒動不可避よ。おにぎりわっしょい、おにぎりわっしょい、わっしょいするなら今のうち、おにぎりわちょい、おにぎりわちょい。群衆が次々に YouTube を開いて織田軍へ加入していく未来が見えるわ。最後に、これらの企画を遂行しても織田軍が増えなかった時に使うとっておきの策を紹介するわ。これは最終兵器級だからあんまり教えたくなかったけど、企画その4、世のリア充を制圧する。これは明暗中の明暗じゃない。とにかくリア充めがけてランチャーをぶっ放すの。織田軍の全兵力でかかればリア充たちも恐れおののいて織田軍のチャンネル登録ボタンを押さざるを得ないでしょうね。群衆が次々に YouTube を開いて織田軍へ加入していく未来が見えるわ。ってことで早速ぶち飛ばしていくぜ。